ばみきです。今日は日本エレキテル連合あけみちゃんのメイクをしていきます。まずローラーを顔の中心から外に向かってどんどん塗っていきます。これはさすがに100円ショップにはないので三ツ吉のグリースペイントを使用しています。岡田屋かアマゾンとかで買うことができます。ローラーを口もしっかり塗った後は顔にパウダーをはたいていきます。私はいつも使ってるチャコットのパウダーを使ったんですけど、ベビーパウダーとかおすすめです。次にアイシャドウです。使うのはダイソーで買ったエルファープリンセスシフォンアイシャドウ B ターコイズです。あけみちゃんメイクは大量生産の人形なのでぼかさずに縁取りを作ってから中を塗りつぶしていくように塗るのがポイントです。深いブルーを塗り終わったら次に薄いパールのブルーを重ねていきます。ただもう一度深いブルーを目の中心部分にだけ重ねて塗ります。次はアイラインです。ダイソーで買ったエルファープリンセスリキッドアイライナー A のブラックを目の上の中心に線を1本引いてそのまま眉毛も描いていきます。描き終わったらダイソーのシャイニーアイシャドウナンバー4クールブラックを使って涙袋を黒く塗りつぶしていきます。この時目の下の粘膜のところも黒く塗りつぶしてください。塗りつぶしたらさっき使ったリキッドアイライナーで涙袋の下に1本線を引いていきます。チークは口紅を代用します。スポンジにチークをつけて正面から丸くポンポンと叩いてってください。使ってるのは昔どっかの100均で買った赤い口紅です。あけみちゃんは薄い唇が特徴なので唇の両端5ミリずつ線を足していってその後唇をいつもの半分くらいで薄く描いていきます。最後にリキッドアイライナーで付け袋を描いて完成です。ウィッグはアマゾンで購入しました。眉毛が見えない、ハゲ散らかしてない。ウィッグカットすればよかった。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。そしてブログも書いてるのでぜひチェックしてください。関連動画やおすすめ動画のリンクも貼ってあります。パソコンからご視聴の方はここをクリックするとチャンネル登録できますのでよろしくお願いします。そして説明欄には私のブランドパチパチファクトリーのショップリンクや Twitter、Instagram、Facebook などの SNS のリンクも貼ってあるので合わせてフォローをお願いします。それではまたのご視聴をお待ちしております。バイバイ。